じゃこんにちは。はい。はい、豊さん。はい。ついに始まりました。交流戦。交流戦。はい。はい。で、豊の視点、三連戦を振り返るという。交流戦だよ。非常に、はい、やっぱり今年はね、なんかこう楽しみにしてたというか、うん、なんかワクワクするような、はい、そんな感じがする。もう普段見られない対戦がね、まあまあそうだね、あちらこちらであるよね。そうそうそう。で、久しぶりにこう、うん、交流戦もお客さん入れてとか、うん、まあそういうことなんで、はい、まあ非常に楽しみにしてました。はい。ね、それでは。さて、始まってどうなりましたか、はい、見てみたいと思います。はい。はい、こちらが、試合の結果です。そうだね。ちょっと見にくいんですけれども、はい、ヤクルト対日本ハム、巨人、オリックスってこう横に対戦カードがあって、はいはい、赤枠がついているチームが勝ち越し。そうだね、はいはい、今回は全カード2勝1敗ということで、はい、ヤクルト、巨人、で西武、DeNA、楽天が2勝という勝ち越したということですね。で、両サイドの青い数字っていうのは、はい、これは背番号ですね。そう、活躍した人たちをちょっとピックアップして、うん、まあ書いたというね。はい、はい、ちょっと各スペースの都合で背番号で表記っていうことになってるんですけれども、そうそうそう、はいはい、まあファンの方はこう見たらわかると思うんだけど、はい、ね、はい、まずは、はい、まずヤクルト、ヤクルト日本ハム、村上と山崎、はい、村上がサヨナラホームランね、ツーランで、山崎が逆転スリーラン。もうこのヤクルトと日本ハムのカードは、うん、3試合ともちょっと忙しい、壮絶だったね。そうですね、もう、うん、劇的な試合でしたね。そうそう、だからヤクルトが下手すると3連敗っていう可能性があったんだよね、うん、そうでしたね。そのぐらい日本ハムが追い込んでたというか、はい、ね、で山崎の逆転サヨナラスリーランが出なかったら本当にこの勝敗が逆になってたというさ。そうですね、うん、まあその中で、まあ、壮絶な打ち合いがあったんだけども、はい、まあ日本の方は万波とアルカンタラ、はいはい、まあここが今まで無失点できてたマクガフを打ち込んで、はい、もう連続で、そうそう、はい、で北山も2本サヨナラ、逆転さよなら、うん、打たれてたんだけど、まあ、ビッグボスが、はい、また3戦目に使ってね、うん、まあ、点は取られたけど、はい、抑えたというね、なんとか抑えたというね、はい、まあ、その中で、まあ、ヤクルトの方の戦い方っていうのは、うん、やっぱこうしぶとい、まあ、印象に残ったのは、まあ、さよならホームランとか、はい、そういうのもそうなんだけども、なんかこう同点に追いつく場面で、うん、ワンアウト一三塁で、はい、一塁ランナーが牽制でアウトになったんだよね、はい、ダイソーで出て、ダイソーで出てね、牽制でアウトで、うん、はい、で普通流れがそこで止まるんだけどさ、はい、青木がね、うん、同点タイムリーをセンター前に打ち返したという。そうでしたね。だからヤクルトってやっぱこうしぶといなっていう風なね、まあ、印象も受けたし、はい、まあそのピッチャー左の、はい、田口、はい、がもう絶対絶命の前塗りのピンチを切ったりだとかさ、はい、そうでしたね。だからすごい壮絶な試合をやりながら、うん、まあヤクルトが勝ち越したんだけどさ、はい、でも日本ハムもいいチームになったね、うん、なりつつあるのか、まだまだ成長してるね。この2試合をさ、はい、さよなら逆転さよならで負けてるのに、はい、3戦目に勝つんだから、そうですね、どこまでへこたれないんだっていうような、そういうことも見せてくれたし、うん、まあビッグボスもなんか勝負師としてなんか色が出てきってるよね、うん、例えば清宮に対してさ、うん、まあ叱咤したりだとかさ、はい、まあそういうこともあったし、うん、でスタメンを落としたりだとか、はい、でも代打で使うとかね、はい、まあそういうこうなんていうのかな、掌握術というか、うん、そういうものがなんかすごくビッグボスも長けてるのかなっていうふうなことを感じさせてくれたね。こう何をしてくるかわからないみたいなところよりも、うん、こうしていてる意図っていうのが少し見えてくるようなことがありますよね。そうそうそう、うん、だから野球についてこれないやつは、うん、俺の野球についてこれないやつは切るよみたいな、そういうメッセージ性もあったしね、うん、だから清宮なんかはすごく結果も多少出しながら、はい、まあ1試合の中で
なんかお祭り騒ぎになったり、はい、もうどん底にお通夜になったりとかさ、しかもお誕生日でしたからね。そう、それを繰り返しながら、まあ、まあ、結果その試合は負けたんだけど、まあ、だけど3戦目にね、まあ、勝ったという、うん、その中でやっぱ万波とアルカンタラ、はい、いや素晴らしいホームランがあったし、うん、まあアルカンタラは2本ホームラン打ったんだよね、はい、で万波はホームランと、うん、インサイドのさ、うん、あんな球打てるんだっていう、うん、ボールをね弾き返して貢献したという、はい、ね、だから本当にいいチームになってきてるよね、はい、うん、まあヤクルトはやっぱさすがに日本一のチームだけあって粘り強いわ、うん、なんか、うん、力ずくで流れを引き寄せるというような印象がありますよね。まあその中にはピッチャーの頑張りもあるんだけどね、中継ぎ陣のね、はい、頑張りもあったんだけども、だけどやっぱこう決めたのは村上と山崎幸太郎というね、はいはい、まあ、ホームランバッターとつなぎのバッターが決めたという、うん、まあすごいいい試合を見せてくれたよね。そうでしたね、はい、はい、次巨人対オリックス、はい、ね、やっぱ岡本が打つと強いわ。うん、でも岡本が打たなかったらちょっとあっさりしてるな、うん、まあ、3戦目、まあ、連勝で迎えた3戦目、はい、粘りは見せたんだけどさ、うん、まあ、だけどやっぱこう岡本で勝負されて、はい、岡本が打ち取られたらそのまま負けるというね、うん、だけどその1戦目2戦目っていうのは岡本のホームランで勝ったしね、うんうん、だからやっぱ岡本の存在感、はい、はすごいなっていうふうに思ったよね。うん、ただやっぱ菅野が、はい、やっぱこうちょっとマウンド上でイライラする仕草もありながら、うん、なんか自分のやっぱ本来のピッチングができてないんだろうね。で3戦目には、まあ、福田と、はい、まあ、平野抑えの投手なんだけども、はい、福田が勝ちましたよね。うん、で昨年の交流戦も5割ぐらいの出塁率があり、うん、はい、交流戦を得意としてる、はい、まあ、この時期にすごく活躍する、はい、まあ、なんかバイオリズムみたいなのがあるのかな、うんうん、で3戦目なんかはこう巨人にこう勢いを持って、8回に点を取られ、うん、オリックスが、はい、ああこれ巨人の流れになってんなと思った時に守護神の平野が出てきて、うん、3人でピシッと抑えるという、はい、何の隙も与えなかった。この存在感というのもこれからはでかいと思うよね。やはり守護神というとそういったね、うん、感じでいなきゃいけない存在ですよね。流れが相手に来たと思っても、うん、出てきたらピシャッとこう、うん、もう頭を抑え込むっていうようなね、うん、まあ、そういうピッチングだったよね、はい、うん、だから巨人はちょっと菅野が心配、うん、ただ岡本が打たないとまだまだ苦しいよって、はい、まあ、坂本が帰ってきたら別なんだろうけどさ、はい、いや、まあ、岡本一人だなっていうような感じがしたよね、うん、まあ、でもさすがにやっぱこう勝ち越すというあたりがやっぱ巨人のしぶとさであり、はい、強さかなって思わせるこの2連戦だったよね、はい、で広島、はい、ロッテね、はい、広島の方は遠藤、うん、前回の登板で完封目前で、はい、ひっくり返されて、うん、もう嫌な今回登板だったと思うんだよ、はい、まあ、だけど、勝ったね、うん、やっぱ精神的にもやっぱこう強くなってるなっていうことを見せてくれたし、まあ、この試合でマクグルーブが援護射撃をしてみたいな、だからまあ1試合しか勝てなかったけどもね、はい、ただ全体的には打線が少し低調になってんのかなっていうような、はい、感じがするけども、はい、ただロッテのピッチャーも石川が良かった、ね、やっぱりロッテのエースだけあって、まあ、佐々木朗希がエースだと言われるかもわからないけども、はい、まあ、その前のエース石川がやっぱピシッとしたピッチングをし、うん、まあ小島が勝てないんだけどさ、うん、小島もいいピッチングするんだよね、うん、うん、だから、まあ、そういうロッテのピッチャーを考えると、はい、まあ、ちょっと打てなかったのもしょうがないのかなっていうふうには思うよね、うん、ただやっぱこう遠藤が勝ったっていうのはすごく大きいし、そうですね、うん、まあ、精神的にね強くなったところも見せてくれたしね、はい、でロッテの方はまあ石川、さっきも言ったようにいいピッチングもし、はい、レアード、マーティンっていうのが多少こう上がってきたんだけど、うん、この2人がやっぱ勝てないんだよね。それを打ったものをどうやって生かしていくかっていうのは
角中、はい、このベテランが戻ってきたっていうのは、非常に大きい、うん、でやっぱりしつこいバッティングが、うん、あ、まあ、そういうなんかロッテらしい選手がやっぱ角中なんだよね、はい、だからそういう意味では角中の存在感が、まあ、3戦目だけだけども光ったというね、うん、まあ、そういう試合だったよね、はい、うん、で、オヌマ、はい、ね、あの育成から支配下になって、はい、まあ、12試合目で、勝ち星をつかんだというね、うん、で、まあ、上背もあるし、はい、だから非常にあの、なんて言うんだろう、これから、中継ぎ陣がね、はい、ちょっと今年ロッテに、ロッテがちょっと悪いんだよね、うん、まあ、佐々木千早もそんな良くないしさ、はい、だからそういう意味ではこういうふうに一つ勝ち星を挙げれたっていうのはね、うん、すごくあの自信にもなるだろうし、はい、まあ、戦力としてこれから考えられることだよね、うん、はい、はいはい、というところでしょうか。そうだね、はい、はい、今度中日対西武、はい、ね、中日がずっと連敗、そうでした ね、3戦目にやっと連敗を止める形になったけども、はい、まあ高橋宏斗、うん、が投げて負けたんだけどさ、だけどなんかすごく将来性をものすごく感じさせる、うん、あのピッチングをしてくれたよね、うん、それとやっぱ3戦目に止めた松葉、はい、やっぱこう安定してるというかさ、うん、なんかこう、まあ、5回が結構鬼門になってたんだけど、うん、まあ、それも乗り越えて、まあ、勝ち投手になったというね、うん、だから、まあ、中日は、まあ、とにかく連敗を止めるということが非常にもう最重要課題だったということですね。そう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 、はい、ただ西武も非常にあのなんていうの、与座が、はい、まあ、インタビューではいやそんなに調子は良くなかったって言いながらもね、うん、勝ち投手になり、はい、ね、で、まあ、負けたけど森が3戦目にマスクをかぶって、はい、戻ってきましたね。だから、まあ、西武は、うん、まあそんなに悪くはないんだけどさ、はい、やっぱ厚みがなかったよね打線に。うーん、ウーネンティンも帰ってきたし、うん、でいきなりホームラン打つし、はい、で森も帰ってきた、はい、でこれからかなと思うよねやっぱね。うん、やっぱ西捕手が戻ってくるっていうのはすごく大きなことで、まあ与座も投げれるようになった、はい、森も帰ってきた、ウーネンティンも帰ってきた、はい、ね、だからそういう意味ではまあ西武は勝ち越したね、うん、中日にね、はい、だからまあ言えば弱ってた中日に取りこぼしはあまりしなかったということだよね。うん、だからそういう意味ではまあいい3連戦だったのかなって西武にとってはね、はい、ただ中日はね、うん、バッティングコーチを変えた。そうですね、うん、1軍2軍で入れ替えるというような形ですね。そう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 、まあそれは、うん、まあ、何かしらあったんだと思うよね、はい、だけどこの中日の3戦目勝った試合を見てると、うん、はい、全員主力がバットを少しずつ短く持ってるんだよね。うん、それでシャープに振ろうっていうなんかこうバッティングコーチが変わって急になんかバッティングのスタイルが大きくは変わらないけどちょっとずつの工夫が実を結んだという。なるほど、3戦目にね。それはやっぱコーチが新しく変わってのお達しがあったというか。いや、まあ、多分ね、うん、少しでもバット短く持ってシャープに行こうよとか、うん、まあ、そういうことは言ったんだと思うよ。なるほど。で春っていうバッティングコーチがやって、はい、俺も一緒にやってたんだよね、はい、春と、うん、だから春はそういう工夫をすごく大事にするバッティングコーチでね、うん、なるほど。だからダメだったらもっとピッチャー寄りに立とうよとか、うん、ベース寄りに立とうよとか、うん、バットをちょっと短く持とうよとか、まあ、技術も教えることができるんだけど、はい、そういうちょっとした工夫をさせる、はい、バッティングコーチだよね。だからそういう意味ではすごく勝ったということは、うん、まあいい配置転換だったかもわからないしね。だからまあ中日も、はい、まあ、勝ったということで、はい、これからだよ。ただ言っとくよ、うん、はい、中日はオリックスが当たるんだ、うん、ね、はい、ということは、うん、田島、山本、宮城が来るということだ。なるほど。厳しいよ、打つのは。打つのは厳しいけども短く持った分だけね、利があるかもわからない、うん、ね、
だからこれからだからちょっと頑張ってほしいな、まあね、嫌な流れをこう吹っ切れる一生だったということだからそうだないいですね、うん、そうだね、はい、はい、DeNA とソフトバンク、はい、ね、牧と佐野、はい、うん、牧は安定してるわ、うん、あ、これほど頼りになるね4番いないと思うよ、うん、欲しい時に何かやってくれるし、うん、で佐野も戻ってきて、はい、最初はこうね流しながらポイントをつかみながら打ってた、うん、ね、そしたらもう交流戦になったら引っ張れるようになってる、うん、でホームランも出てる、はい、だからこの2人っていうのがこう打ち出すと DeNA も得点になるし、うん、まああの浜口が投げて勝った、はい、5回でフォアボール7個うん、よく勝ったなというピッチングをするんだけど満塁がそのうち2回あるんだよね、はい、でも作りながらもフラフラしながらも勝てたということ、うん、はい、で浜口は交流戦で7連勝、うん、負けなしという、うん、だから交流戦に強いピッチャーなんだよ、はい、うん、だからあのなんていうの、まあ、守備が破綻して、ね、ガタガタになる試合もあるけども、はい、昨日なんかは牧の素晴らしい守備があって、うんうん、同点を防いでね、はい、それで勝つことができた、うんうん、だからまあいい試合もできるようになってきてるんだよ、うん、ただボンミスというかミスを少なくしたら絶対勝てるようになるから、うん、まあちょっと頑張ってほしいなと思うよね、はい、はい、でソフトバンク、はい、野村、はい、ね、やっぱルーキーで、まあ、パンチ力もあるし足速いしね、うん、だからもう安定的に使っていけばいいのになっていうふうに感じさせる、はい、うん、選手だよね。それと今宮が、コロナの特例で、はい、まあ、抹消されるという、はい、で又吉が、うん、あ、まあ、いい調子になってきて、まあ、1回やられてまた抑えて、はい、またやられるという、はい、だから交流戦というのは又吉にとっては今までずっと知ってる選手たちと当たるんだよね、うん、はい、だからまあそこら辺が交流戦でどう機能するか、うん、それともダメなのか、うん、っていうところがソフトバンクの命運を握ってるような気がするよね。なるほど、うん、まあそんなに大崩れするようなピッチャーじゃないから心配はないんだけども、うん、はい、ただ打線も打つのは打つんだよね、はい、で昨日なんかは12、3残塁だよね、はい、で残塁が多いのは今宮が抜けたということね、はい、うん、で今宮がすごく打線をつないで流れるようにしてたんだよ、はい、それが抜けたっていうのがソフトバンクはちょっとつらいかなって思うよね。だから誰かがやっぱり今宮のパイと同じようにパイプ役になるような、はい、まあ、選手が出てくるといいなっていうふうに思うよね。決してね、はい、チーム自体調子が悪いとかそういうことではないと思うんだけども、全体的な状態としたら、うん、ただやっぱりこの調子の良さを点に結びつけないといけないよね。そうですよね、うん、だからまあそこら辺のパイプ役がいなくなったのがちょっと辛いかなっていうふうに思うね。はい、はい、で阪神対楽天、はい、阪神西勇輝と長坂、はい、西勇輝はね、マー君と投げ合って、うん、田中のマー君と、うん、マー君はやっぱ甲子園のマウンド似合うなぁまあそういう目で見てんのかどうかわかんないけど、思い出しますか？いや思い出したなぁわ似合うなぁと思ってさ、まあ、交流戦でしか見られないそうですもんね、うん、普段はね。だから初戦に投げて1対0という、はい、まあやっぱさすがにね、いい投手だけに、まあ西もそうだしね、うん、マー君もいい投手だけに、まあ接戦にはなると思ってたけども、うん、はい、まあ大山がよく打ったよね、うん、うん、まあちょっと高めに浮いたスライダーだったんだけど、バットの先っぽで引っ掛けて大山が打って、うん、まあ勝利打点を上げたんだけどもね、はい、まあそれにしても西もやっぱマー君だとやっぱ燃えてんだろうね。なるほど、うん、だからまあそういういい投げが見えたということ、はい、それと阪神には長坂というキャッチャーがいてね、はい、うん、でやっぱ梅野の離脱でマスクをかぶれるようになったんだけどさ、うん、はい、あの盗塁の企画をされて 100% アウトにしてるんだよね、うん、まだ4つという少ない数字だけども、うん、昨日なんかは西川と辰巳っていう足のスペシャリストを指してるんだよね、はい、うん、でね、これなんで上げたかというと、はい、やっぱ交流戦全体的に見てると
結構盗塁を仕掛けるチームっていうのは多いんだよね。なるほど、はい、うん、でパ・リーグは特に盗塁を仕掛けてくる、うん、これなぜかというと、うん、チーム打率が低いから、うんうんうん、得点能力が落ちてるんだよ。なるほど。そしたら、はい、何を使うかというとやっぱ足を使ってくるケースが多いんだよ、はい、ということは長坂の出番もっと増える。だからいいキャッチャーが出てきたなと思った阪神は、はい、うん、素晴らしい。期待大ですね。いや期待大だ。ただねもったいないのが、はいはい、進塁だとか、はい、右打ちだとか、うん、そういうものができてれば、うん、勝ったなっていう試合がやっぱあるんだよね。だから難しいのはノーアウトランナーセカンドで佐藤が強引に引っ張りに行くのか、はい、このセカンドランナーノーアウトだけど返しに行くのか、まあ、例えば引っ張りに行ったら最悪、うん、ワンアウトサードになって、うん、外野フライでも1点、はい、その1点が決勝点になる可能性もある、はい、そういう試合もあったんだけど、うん、まあ、そこで流しちゃったんだよね、うん、うん、返しに行く、はい、まあ、それも悪くはないんだけどさ、うん、でも試合展開からするともう7回だったから、うん、俺は佐藤だったら返しに行くんだったら強引に引っ張って返しに行ってほしかったなっていうことはあるんだよね、うん、だからすごくもったいない、うん、状態が良くなりつつありながら勝てて、うん、これがスタートの失敗なのかなとは思うけどね、うん、はい。で楽天、はい、楽天の方がね、からしま、ね、手術明けから戻ってきて勝ち投手になった、はい、ね、あの決してこう速いピッチャーでもないし、特別このボールがいいっていうボールはないんだけども、はい、やっぱ丁寧さと、うん、緩急をうまく使うんだよね、うんうんうん、だからまあイメージ的にはヤクルトの石川によく似てるピッチャーだよね。でも本当にこのピッチャーの特徴というのは、まあ、言ったこととプラス冷静だよ、うんうん、だから決してこう慌てず向きにならずというね、はい、すごくピッチャーには大事なことですね。大事なこと大事なこと、うん、で、まあ、岸も3戦目いいピッチングをして勝ち投手にはなれなかったけども、はい、その1対0で勝った試合が銀次が決めたという、うんうん、打率、うん、代打の打率が7割超えてるというすごい数字だよな。で銀次に聞くと、うん、もうイメージ通りイメージしてた通りに詰まってヒットが打てましたって、うん、やっぱ代打ってそこまでやっぱ銀次クラスになると描いてんだね。もう職人ですね。そうそうそう。だからまあ、うん、2勝というふうに、まあ、楽天も状態悪かったんだけどさ、はい、まあ、でも阪神に勝ち越すことができて、うん、少し勢いを取り戻すかなというね、うん、まあ、そういう感じがした3連戦でした。はい、はい、ということで、はい、ね、結果今回はセ・リーグ・パ・リーグともに9勝ということで、そう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 、5分、はい、ね、ただ全体的に思うことは、はい、打てないね。それはもう全体的に、うん、だからまあさっき言ったように足を使ってくる、うん、だから盗塁をね例年になく仕掛けるケースがあるから、うん、オリックスなんかホースボークって、はい、ね、一塁ランナーがおとりになって、うん、サードランナーがスタートした後におとりになって1点を取るっていうような作戦も見せてくれたし、うんうん、やっぱこの交流戦ではそういった戦略的なことも見とくとすごく面白いと思うよ。なるほど、うん、こう思い切った走塁とか、そうそうそう、まあ、それを成功させるかそうそうそうどうかっていうのが結構ポイントになってくるんですよね。ポイントになってくる。この交流戦は足がポイントになってくる可能性があるよね、はい、うん、はい、あとは打てたチームがみたいなところですか。まあ、そうそうそう、もちろん基本的にはやっぱこうヤクルトと日本ハムが壮絶な打ち合いやったように、うん、はい、やっぱね打った方が勝つよ、うん、それはもちろん、うんうんうん、だけど勝敗を決めるのはなんか足がポイントを握ってるような、うん、そんな気がする。今年の交流戦はね、うん、だから最初のカードを見て、まあ、そういうことを感じました。はい、はい、またこれからも続きますが楽しみですね。楽しみだね。はい、はい。